万国プロレタリアのご子息、我らが同志スターリン、偉大なレーニンは道を照らし、偉大なスターリンは我々人民を育てたのだ。しかし、スターリンが育て上げたソビエト連邦の大地に卑劣なる侵略者が。っておい、なんじゃこの写真。西ベラルーシと西ウクライナをポーランドから解放した時に、独ソの将校が同志スターリンの肖像の前で友好的に語り合う様子なんて、検閲の対象に決まってるだろ。いい加減にしろ。ただいま不適切な映像が流れましたことをお詫び申し上げます。さて、話を本題に戻しますと、今から5年前、卑劣なるナチスの侵略者が条約を破棄して我らが祖国に襲いかかったのであります。しかし、我らが人民の意志によって建設された世界で最も自由なる共和国、団結した強力なるソビエト連邦はナチスの卑劣なる侵略に屈することはありませんでした。我々の軍は戦いによって成長し、侵略者は我が国から一掃されたのです。自由のために戦うソビエトの兵士は全世界の同盟国に希望を与え、ソビエト連邦はナチスによって侵略された欧州の解放者となったのです。世界平和に対する最大の貢献者である同志スターリンに万歳。しかし、大祖国戦争での偉大なる勝利によってソビエト連邦が払った犠牲にもかかわらず、その平和はもう終わりつつあるようです。あの資本主義者どもが我々に見せた笑顔は偽物だったのだ。米英は我々の東欧諸国解放に対し、難癖をつけて対立を煽っている。ヨーロッパ、いや世界は東西に分断されたのだ。我々は資本主義者には屈しない。万国の労働者はソビエト連邦と同志スターリンのもと、強力な団結をもってこの階級闘争を制するのである。ということで今回は数ヶ月前にやった日本編に続いてビクトリア2冷戦モッド、コールド・ウォー・エンハンスメントモッド、通称 CWE のソビエト連邦をプレイしていくわよ。なお、前回は最新バージョンを起動できなかったので旧バージョンを使ったけど、ビッグ2のバージョンを 3.3 に下げれば最新版を起動できることが分かったので、今回は今も更新され続けている GitHub 版の最新冷戦モッドをプレイしていくわよ。この冷戦モッドは名の通り冷戦期を題材にしたものでありますが、実際には2090年までプレイできる冷戦、現代、近未来モッドです。ゲームはワールドウォー2が終わって数ヶ月後の1946年1月1日より始まります。ドイツと日本は占領下。中国では国境内戦が始まりつつあり、インドネシアでは独立戦争が起きています。一方欧州ではギリシャ内戦が起きようとしています。アルバニア国境のちっこいのがギリシャ共産党の支配地ですね。そして赤軍によって解放された東欧諸国では、赤軍の監督のもと、反ファシスト民主政府が次々と樹立され、これから極めて公正なる選挙のもと、次々と社会主義政府が発足することは間違いないでしょう。現在、ソ連は世界第2位のアメリカと並ぶ超大国であり、新たに設立された国連安保理の常任理事国であります。人口は中国、インドに次ぐ世界第3位、2億5600万人です。しかし、この人口には占領地である東ドイツ、東オーストリア、満州、北朝鮮を含むので、実際の人口は2億人弱程度でしょう。人口のうち高等教育を受けた割合は 7%、西側先進諸国には劣りますが、決して低くはありません。さて、ソ連は大祖国戦争の結果として世界最大の陸軍国になっています。東ドイツに駐屯する軍隊だけでもこの数、ユニット数でもソ連が581、アメリカが465とアメリカに優越しており、陸上では恐れるものはありません。海軍は知らん。しかし、常備陸軍のキャパシティは143しかなく、581連隊という現在の巨大な赤軍は大幅にキャパシティを上回っています。まあでも資本主義の脅威を前に軍縮するわけにもいかないよね。ということで予算が許す限りこの軍隊は維持することにします。ソ連だし、対 GDP 比3割ぐらいは軍事費につぎ込まないと。そしてこちらが欧州の勢力圏マップ。フィンランド化で有名なフィンランドがソ連勢力圏でなくアメリカ勢力圏なのは納得いきませんが、東欧のほぼ全域がソ連勢力圏であります。一方中東方面への南下政策は米英によってブロックされています。東アジアでは過酷を支配する中国共産党への影響力を確保。また新疆や北ベトナムには勢力圏ではないものの高い影響力を持っています。国境内戦は共産党の方が軍事技術が進んでいるし、国民党はデバフだらけなので、ソ連が手を差し伸べずともマオちゃんが勝つでしょう。さて、外交状況を確認したので次はソ連国内の状況を見ましょう。ソ連は全連邦共産党によって指導される民主集中制、プロレタリア独裁国家です。世界で最も自由なる国家であるソ連は世界で最も高度な社会保障制度を持っています。高度な医療保険、無償の教育、そして公共住宅の支給。同志スターリンはさらなる社会改革として最低賃金法も改正し、プロレタリアートの賃金は上昇しました。地上の楽園、ソビエト連邦へようこそ。同志スターリン万歳。共産党万歳。え？政治改革の方は全く進んでなくて一切の政治的自由が保障されていないって？ところで同志。シベリアで木を数える仕事があるんだが。さて、こちらが我らが前衛トータル全連邦共産党の政策であります。保護主義、完全計画経済、無神論、完全市民権、新軍主義。素晴らしい。これこそ全世界の共産党の模範となるべき政党であります。ゲーム的にも強い方であります。
ただし完全計画経済は全工場をプレイヤーが管理しなきゃいけないので、ソ連ぐらいの大国になるとめっちゃ面倒。いつもは資本家が勝手に作ってくれる鉄道も自力で引かなきゃダメだし、計画経済の非効率性をよく表現しているな。いえ、ソ連の司令経済は世界で最も効率的な経済体制なのであります。さらにディシジョンでも多くの政策を実行することができます。一番上は農業の集団化。1920年代より実践されてきた政策であり、これによって農業の生産性は格段に上昇しました。西側はソ連農業は米国の 10% の生産性しか持たないなどというプロパガンダを流していますが、信じてはいけません。そして次は我ら共産圏の諸国が経済を重視するか軍事を重視するかを決める政策。今は世界大戦が終わった直後であり、戦後復興期。数々のボロボロになった英雄都市を再建するためにも経済に注力します。そして次の政策は政治犯強制収容所。人民の敵はグラーブに放り込み、さらに強制労働で生産力アップ。さすがは頭脳明晰なる同志スターリン、一石二鳥ですな。ということでシベリアの各地にグラーブを建設。ソ連の悪名が上がりますが、うちは常任理事国なんでどうでもいいっす。次の政策は5カ年計画だ。戦後復興のための第3次5カ年計画をゴスプランに立案させるぞ。重工業、消費財、サービス、軍需。この4つの産業のどれに注力するかを選べるぞ。ソ連の5カ年計画といえば重工業傾注のイメージだが、ここは消費財に注力。また、ソ連は軍事技術を中心に世界最先端の技術を持っており、普通に技術先進国です。ここからアメリカに技術で遅れを取らぬよう、教育を奨励し、研究力を常に高め続けましょう。現在、ソ連は核開発計画を進行させており、そう遠くないうちにアメリカに次ぐ第2の核保有国となるでしょう。核ができてしまえば、我々はアメリカと対等。いや、それ以上の軍事的地位を持つことができるでしょう。では最後にソ連国内の人口統計を確認しておきましょう。ソ連は資本家ゼロの国家です。クラーク撲滅運動により富農もいません。人口のほとんどは鉱山労働者、農民、そして工場労働者です。またテクノクラートの役割が重大であるソ連では官僚の割合が 4% と高い数値になっています。また全人口の 3% が兵士であります。民族では4割がロシア人です。2位は中国人ですが、これは占領地の満州の人口だけでこの割合です。事実上、第2位の民族はウクライナ人でしょう。フォーカスは官僚に当てて、さらに官僚を増やして統治効率を上げた後、インテリゲンシアに当てて高等教育修了率を上げていきます。我が国が世界に誇る大都市である首都モスクワはこんな感じ。労働人口260万人、総人口1000万超えであります。世界の多くの大都市と一緒で証券が生産物として設定されています。共産主義国であるソ連には証券取引所など存在しないはずですが、これ以上追求すると NKVD が家にやってきそうなのでやめておきます。我が国は経済、軍事、維新の全てでアメリカに次ぐ第2位でありますが、資本主義国の衰退は必然であり、社会主義国の発展もまた必然であります。金によって団結する西側は国益による対立により内部でゲバルトを起こすことは間違いなく、どうせ内紛により衰退するのであります。一方、マルクス・レーニン主義のもと、すべての国家、そして労働者が団結する東側では内ゲバなど起こるわけがなく、みんなが同志スターリンと理想を同じくして発展を続けていくこと間違いなし。よってこの冷戦なる世界情勢は10年や20年の後にはソ連の勝利で終わりを迎え、世界人民はブルジョア独裁から解放され、我らが目指すべき共産主義社会の到来もその時に起こるでしょう。ジェネラルセクレタリー、報告書で私は書記長と呼ばれています。すなわちスターリンになりきってゲームをプレイしろということですな。ということでスターリンになったつもりでこの国を動かしていきましょう。まずはポーズを解除して時計の針を進めていくぞ。いや、このボタンを押したら俺を暗殺するための次元爆弾が作動したりしたらどうしよう。これは罠だ、間違いない。面倒なのでこのロールプレイのために脳内に作り上げたパラノイアおじさんはクレムリンに幽閉しとこうと思います。ということで時間を動かします。まずはスタートアップ資金をもらえるイベントが発生。これは全国かもらえますが、大国ほどもらえる金額が多いです。次に第二次世界大戦の余剰装備をどうするかというイベント。選択肢は売るか備蓄するかですが、未来のために備蓄しておきます。時間を進めると新たなディシジョンが解禁。情報機関を設立するディシジョンです。N カーベイデイと N カーゲイベイを M ベイデイと M ゲイベイに再編。そして後にカーゲイベイが設立されることでしょう。このディシジョンにより情報政策が解禁。体内情報、外交、技術の3つから選べますが、今回は技術に当てて、西側諸国からの科学技術奪取を狙います。またアメリカに潜伏工作員を送り込み、内部から工作を行わせます。冬季オリンピックに立候補するディシジョンも押し、金と引き換えに国際的威信を上げておきます。スポーツでアメリカに負けるわけにはいきません。どの分野でもアメリカより上を行くのです。ドーピ、いえ、何でもありません。開幕早々、レニングラードを英雄都市として検証。英雄都市となった都市は産出量が当分の間増え、都市住民の政権に対する不満も減ります。900日にわたって抵抗を続けたこのレーニンの名を冠した都市。まさに祖国のために貢献した誇りある英雄都市と言って良いでしょう。オソアビアヒム作戦なる秘密作戦をドイツの占領地で実行します。数千人のドイツの研究者専門家技術者、そしてその家族を強制連行し、ドイツのロケット技術、およびその他の兵器産業を奪い取る作戦でした。これにより、多大な恩恵がソ連にもたらされます。素晴らしい。
ソ連は世界的な超大国になりましたよという外交状況説明イベントが発生。国際的威信が増加します。さて、社会保障制度が充実する超大きな政府であるソ連は莫大な財政赤字を抱えています。軍事費はそんなに負担ではなく、出費のほとんどが官僚の賃金と社会保障費です。よって全国民税金 100%、関税も 100%、まあ階級問わず全員税金 100% だし、これは搾取じゃなくて平等だよね。なお、これでも大赤字であります。国庫が減ってきたら社会保障費を削減せざるを得ないですね。朝鮮統治をめぐるイベントが発生。北朝鮮を朝鮮ソビエト社会主義共和国としてソ連に編入することも可能ですが、維新が減る上に悪名も上がるので旨味はありません。よってキム・イルソンを連れてきて朝鮮に傀儡。いえ、ソ連によって解放された人民による真の民主主義朝鮮国家を作る準備をしておきます。西側諸国のうち、フランスとイタリアでは共産党の支持が増しており、我らの大々的な支援があれば、選挙で共産党が勝利することも可能でありましょう。ということでフランスの同志トレイズ、イタリアの同志トリアッテを支援。彼らの努力に期待しましょう。アウタルキー、すなわち自給自足経済。ソ連と東側諸国は閉鎖自給自足経済を確立し、自由貿易資本主義の西側に対抗する必要があります。ソ連には広大な大地と勢力圏がある。自給自足体制の確立は簡単である。ファシストによって支配されるスペインの国連参加を受け入れるかどうかという話。当然正当なる人民戦線政府を打倒して作り上げた反動ファシスト政府など参加させるわけにはいかんということで反対。こうしてファシスト分子の国連参加はソ連の正義の一票により阻止された。東欧諸国はユーゴ、アルバニアを除いてまだ民主主義共和国、もしくは立憲君主制です。ルーマニアは王国ですし、ハンガリーも君主不在の王国であります。だって与党は共産党、もしくは共産党でなくとも重要ポストに共産党員がいる状態であり、ソ連の干渉。いえ、人民の自主的な投票行動によって共産党が主導する人民民主主義体制が樹立されることでしょう。ドイツをモーゲンソープランのように農業国に転換させるか、工業の再生を容認するかというイベント。史実通り産業の再生を容認しておきます。長引く財政赤字を前に社会保障費を半分に減額することを決定。まあみんな平等に減額してるから問題ないよね。ソ連の支援のもと、新教省政府に対し反乱を起こした東トルキスタン共和国への支援を継続するかというイベント。マオちゃんが勝ったらどうせ中共に併合されるので支援を打ち切っておく。その数日後にはドイツに占領されていたデンマーク領ボーンホルム島から撤退。国際情勢に関するイベントが続く中、冷戦期最初の危機が発生する。イランは第二次世界大戦時、英ソによって占領されていたが、ソ連は占領していたイラン北西部に南アゼルバイジャン、クルドの二つの新ソビエト国家を建設。そして1946年、イランはこれらの国々に軍事侵攻を開始。一方ソ連は軍事顧問と物資を送り込みました。しかし、このソ連のクルド、南アゼルバイジャン人民の解放のための行動に対し、難癖をつけてきたのが、恥知らずのアメリカであります。こうして冷戦最初の危機、イラン危機が発生したのであります。史実のスターリンはアメリカの圧力を受け、石油利権確保見返りにイランから手を引きましたが、イランから手を引くと威信が下がってしまいます。そもそもイランの人民を解放するための戦いから資本主義者の圧力を受けたからといって手を引くなどありえません。反動帝政イランを破壊するため、我々はクルド人、および新ソイラン人への支援を続けるのであります。第三次世界大戦のリスクありって選択肢に書いてるけど関係ねえ。来いよ米帝。核なんて捨ててかかって来い。ということでまだ核保有国じゃないのに強気に出たソ連。アメリカの反応やいかに。勝利。勝利です。臆病なアメリカはソ連のクルド支援を容認。うらあ。これで第三次世界大戦の危機も当分ないでしょう。アメリカは封じ込め政策などと申していましたが、実際のところチェンバレンと変わらないのであります。中国では我らがマオちゃんが圧倒的優勢であります。ちなみに同志スターリンとしては満州権益上げるよって言ってくれる国民党とも仲良くしたいので、消極的支援に留めています。まあ1946年時点でこの優勢だし、勝手に勝つでしょ共産党。広大な国土を持つソ連、完全計画経済資本家ゼロなので、工場を整備するだけでとても時間がかかります。福音により溢れかえる失業者を工場収容するのは大変だ。国連から平和維持活動に参加しませんかとのお誘いが、対象国家は中華民国、敗色濃厚の蒋介石が国連に助けを求めたようです。本来なら拒否すべきイベントですが、維新がもらえるので参加。これにより我が国は中華民国と同盟関係になりますが、別に国境内戦に参加するわけではないので、国民党を利する結果にはならないでしょう。1947年、朝鮮にキム・イルソンを委員長とする北朝鮮人民委員会を創設。北朝鮮の母体となった組織であります。この後、朝鮮統一政府の樹立は困難なものとなり、南北の分断が確定します。一方満州に関するイベントも発生。最も現実的なのは旅順を除いて共産党、もしくは国民党に返還するという選択肢。次に満州人民共和国を建設するという選択肢。そして最後に出るとロシアソビエト社会主義共和国としてソ連の一部へと編入するという選択肢であります。まあでも下二つは悪評爆増、維新暴落なのでここは史実通り PRC に返還。で、クリックミスって KMT に変換しちゃった。これはマオちゃんが勝ったとしても構想一辺倒みたいなことは起きえませんわ。早期中ソ対立待ったなし。
これによりマオちゃんとの関係が冷え込んでしまったので戦争援助金を送って友好を取り戻します。確かにソ連は国民党にも軍事顧問を送ったり密接な関係を築いてたけど、本当に愛してるのは設立時点からコミンテルンの指導を与えてる中国共産党だけだよ。1947年、パリ講和条約を締結。これによりドイツを除くヨーロッパ枢軸諸国と連合国が講和しました。我が国もフィンランドやルーマニアから賠償金を巻き上げ、税収20年間の補正が載っています。去年行った工作の結果かフランスの選挙でフランス共産党が勝利。とはいえ史実でも戦後すぐのフランスは共産党が第一党になったりしてるのでそこまでおかしなことではありません。フランスは西側寄りの姿勢を崩しておらず、外交関係もマイナス200です。フランス共産党といえば、西欧で最もモスクワに忠実な共産党であるはずなのですが、第二共和国の亡命政府と共産党によって合同で運営されていたポーランド。しかし、亡命政府のメンバーは粛清され、ポーランド統一労働者党による一党独裁体制が確立されます。こうしてポーランドはソ連型社会主義を受容し、ポーランド人民共和国へと生まれ変わったのです。素晴らしい。他の東欧諸国もポーランドに習うべきだ。マルクス・レーニン主義は世界に広まり続けています。資本主義者どもは震え上がっていることでしょう。さあ、同志スターリンのもと育成された正当なるソ連型社会主義を全世界に広めましょう。偉大な同志の指導のもと、我々は共産主義社会へと前進するのです。しかし、その団結を揺るがす裏切り者がいます。ヨシップ・ブロズ・ティト。彼はモスクワの命令に従わず独自の政策を展開。それは到底許される行為ではなく、彼は第二のトロツキーと言ってよいでしょう。国際的な労働者の連帯を裏切るユーゴスラビアに対しては制裁を与える必要があります。ティトをユーゴスラビアの権力の座から追い出し、ソ連型社会主義を遵守する指導者を据え置くのです。1948年、ソ連はユーゴスラビアへ侵攻。あの世界大戦終結からたった3年、再び欧州に戦火が起こったのである。次回。最後通帳。